ここではより詳しくお伝えするために音声でのご案内をいたします。今回は少し珍しい角度からご覧いただきます。この場所はこの4つのモジュールが置かれる予定の場所です。奥にすでに完成している C1、CC1 を置いて作業をします。こうすることで並びのモジュールとの接続状態をしっかり確かめながら作業が進められます。特に高架線においては新幹線が高速で走る予定ですので誤差のない作業が必要になります。高架線の天板には 5mm の圧縮材を使用します。強度的に少し心もとないように思えますので、補強のためと天板の位置が常に同じ位置になるように裏にガイドとなる板を張ります。天板は最終的には橋脚と接着しますが、それまでの工作のたびに位置がずれてしまっては困りますので、このようなガイドを張ってずれのないようにしようと思っています。このサイドのモジュールだけローカル線と高架線が分離しています。保管場所の制約があってのことです。モジュールは別の部屋に置いてあります。レイアウトを組むときにモジュールを運ぶ回数が増えてしまったのが残念なことです。次にローカル線と高架線をつなぐ線路を設置します。ローカル線の外回りの線路からこの勾配線に入ります。そのポイントはカーブモジュールの A3 に設置してあります。 E1、E2 のモジュールでは加藤のレールを使っています。この部分のレールも加藤のものにします。橋脚も加藤のものを使います。勾配は 246mm で 10mm の上昇ですので特に問題はないと思います。線路が複雑に交差するレイアウトではついつい勾配をきつくしてしまうことがあります。モジュール式の場合もよくよく練っておかないと後々苦労することになります。無理をしないのがコツのように思います。この勾配線はモジュールの端のギリギリのところを通っていて、少しのブレで高架線と接触をしてしまいます。図面の上ではわからなかったことです。今はこのようなレイアウトになっています。高評価はとても励みになります。よろしければチャンネル登録をしていただき、この後レイアウトがどう変わるかをお楽しみください。